で、これなんとみんな大好き、ちょっと締めにイタリアン油そばみたいのを作ろうかなと思ってます。それでは今回のメインディッシュである、これをね、このまま入れたらやばいと思うんですよ。ちょっと破壊する感じで行こうかなっていう。今めっちゃ向こうに落ちてきましたね。キャンプではこんなこと起きるんですかね。これちょっとすみませんが、作ったことないです僕は。なんとなくいけるんじゃないかなと思ってやってるんで、失敗したらもう、ライト閉じてばって。おお、すげえ。ちょっとね、アハジャキッチンもちょっとずつ進化してるんで、ライトがね、届きましたんで、本当に大塚さんありがとうございます。大塚さんが使ってたライトをパクって買った感じですね。味的にはネギの多少ついてるんですけど、まあせっかくなんでね、最後これちょっと3分の1ぐらい入れようかなと思ったんですね。で、まあ、ごまももちろん必要ですし、あとはね、ネギも入れようと思います。また本当に今日は地味な作業が、油でフライ麺はこの傘でいけるのかっていうのがちょっと謎ですけど、めっちゃ吸ってますよ。これはちょっと今もう失敗の予感がしてますよ、めちゃくちゃこれ失敗の予感ですね。素直にちょっとこっからは料理人にあるまじき危険なことをしようと思う。さすがに無理じゃねってことで、油に水という暴挙をします。おこれは果たして吉と出ると、やっぱちょっとは水打った方がいいんじゃないかなっていう、なんか違う食べ物が出来上がりそうな予感も今してますけど、ね、本当に下準備っていうか、なんていうか、リハーサルしろよって感じですけどね。ぶっつけ本番で思いつきを今やってるんで、いやーこれちょっと、でも水の方向でいいと思いますよ。じゃないともう食えないですからね。要はオリーブオイルなんで、なんていうんですかね、ちょっとイタリアン風な油そばみたいのイメージしてたんですけどね。いや、これはやっと機能してきたよ、お願いします。キャンプじゃなくてよかったですね、本当に。キャンプでこんなことやってたら、ちょっと一人で大変なことになりますから。そもそもほとんど、水足してますけど、汁はね、油なんで、飲まない方向で。麺を楽しむっていうプレイで、あ、これは水を入れた勝利の予感がしてきました。ちょっと僕意外と硬いの好きなんですけど、ちょっとこのまんま食ってみたい気もしますけど、これをせっかくなんで3分の1入れないですね。ちょっと入れます。これは
ちょっとやばい予感がしますが、あの見た目をきれいにするということで、これでだいぶごまかされたんじゃないでしょうか。ごま、ごま、ちょっとせっかくあるやつ、このね札幌一番の塩をね、これ見た目はめっちゃいいですよ。これで果たしてうまいのかどうかっていうところ、でも見た目的にはもうあの男子学生が喜びそうな予感がしてますよね。これでいただきます。めっちゃ熱そうなんで、これも率直な感想としては、あの普通にラーメン作った方が美味しいですまあでも飽きた人とかにはちょっとこういうのもありだなっていう感じですね。うん、でも僕は割と好きですね。まあ油そば自体が結構好きなんで、うんうん、ちょっと来年あたりにはキャンプ本当行きたいなと思ってるんで、ガチキャンプでなんか料理作るのをお届けできたらなと思いますね。だからそのなんか情報をお待ちしております。じゃああとはもぐもぐ食べるだけなんで、ありがとうございました。このチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。